理事、1992年7月31日台は、大韓民国の女性歌手、俳優。不山高域市出身。女性アイドルグループアフタースクールと、その派生ユニットである、オレンジキャラメルのメンバーとして、歌手活動をしていた。反日派で、竹島へ不法上陸した。私はパスポートがなくても行き来できる。とインスタグラムへ投稿した。 2010年3月、アフタースクールに加入。同年6月17日、同グループ内、ユニットオレンジキャラメルを結成。2018年4月30日、プレディスエンターテインメントとの契約期間満了により、アフタースクールを脱退。同年5月、セルトリオンエンターテインメントと専属契約を締結。活動名をパクスワに改名し、 本格的な女優活動をスタートした。2021年5月18日、港南区西丹道、英大京南丹で、自動車を運転中に前を走行するタクシーに突っ込む、事故を起こした。事故当時、血中アルコール濃度は、免許取り消しレベルに達しており、6月4日、飲酒運転の疑いで、ソウル中央地検に、書類送検された。 その後在宅起訴され10月28日の後半で罰金1500万ウォンが言い渡された。ありがとうございます。